バシーリー・ドミートリーエヴィチ・ポレーノフは、写実主義芸術家たちの運動である、移動派に属した、ロシアの風景画家。ポレーノフは、ポレーノフとも表記される。モスクワの中には、1878年、サンクトペテルブルクー生まれのポレーノフは、帝国芸術アカデミーにて、パベル・チスチャコフに、指示、1863年から1871年まで、学んだ。 ポレーノフは有名な写真家で移動派の同志ラファイル、レビツキーの同級生で親友であった。二人の間で交わした手紙は現在、ポレーノフ博物館に保管されており、当時の多くの美術展、運動、芸術家についての興味深い記述が残っている。独身男性のポレーノフとレビツキーは、オルフェフエフスキー邸の屋根裏部屋にある、ドビッチ、イーポールで一緒に暮らしながら作業した。 この邸宅は、ポレーノフが、絵画、グランドマザー、エスガーデンで描いている。ポレーノフは、イタリアやフランスの美術アカデミーの給付金受給者で、あり、そこで彼は、絵画、ドロワ・ジュセイガーのように、ヨーロッパの歴史から題材を取り入れた上、アカデミズム精神に基づく数多くの絵を描いた。同時に彼は、戸外で多く描いている。ポレーノフは、戦争画家として、 ロト戦争に従軍した。戦後、復帰し、彼は巡回美術展に参加、移動派に加わった。彼の作品は、パーベル・トレチャコフの賞賛を勝ち取り、トレチャコフは絵画の多くを購入して、美術館に所蔵した。1870年代後半、ポレーノフは、写実主義者の系統に属する、アレクセイ・サブラソフやヒョードル・バシリーフの風景画に、先進していた。 彼は人間の日常生活に関連してロシアが持つ自然における静寂な指的環境を伝えようとした。彼は色彩の爽快さと巧みな芸術的仕上げを組み合わせながら古外政策を行った最初のロシア人芸術家の一人である。ポレーノフが開発した基本原則はロシアの風景画におけるさらなる発展に向けて大きな影響を与えている。 トセザースカイアザババ、中東やギリシャにおけるポレーノフのスケッチは絵画における新たなアカデミックスタイルを試みた彼の傑作、クリストザシナーを生む道を切り開くことになった。ポレーノフの1880年代の作品は新約聖書の題材を用いた風景画法の傾向を持っている。ポレーノフは1870年代から舞台美術の仕事を始めた。最も目立つのは アブラムツエボにあるサーバマモントフの邸宅や彼のロシアプライベートオペラの飾り付けを担当したことである。1910年から1918年までポレーノフは民族劇プロジェクトにも携わっている。ポレーノフは1893年にペテルブルク芸術アカデミーの会員に選出され、それから1926年にソ連人民芸術家の称号を授与された。長年にわたり、 モスクワの絵画彫刻建築学校で若手画家を指導した。彼の教え子たちには、アブラム・アルヒーポフ、イサー・クレビタン、コンスタンチン・コロービン、エミリー・シャンクス、アレクサンドル・ゴロビンがいる。ボロクにあるポレーノフの急遽は、国立美術館に指定され、村は彼の名を記念して、ポレノーボーと改名された。モスクワから南に約2時間のところにある自宅、 博物館の座標は54度44十 53.19N から37度 148.46E1927 年にタルーサ近郊のポレノーボーで死去した。ありがとうございます。